ここに来たんですけど、これ JR で来たんで、東で入るバスなんで、じゃあこれはね、JR で新幹線で行ってます。だから帰ってくるのが無駄なんだ。そう。バスはなんとかしてるけど、そう。その新幹線にこう移ってて、うん、で、観光っていうかさ、両方観光してたのよ。うん、でいいっすよ。うん、でこれだから電力が止まりから、あの新幹線も含めて。入ってこれなんだから、うん、そう。でね、で、ただ、日にちがさ、うん、そこに分かれてて、10月とか、うん、うん、で、この辺にちょっとね、今のあれで調整しようかなと思ってたと、あとはあるって言うかな。だから、今の政府はね、あの基本的には分かれてる。うん、
投稿してるんですか。あの出たのあのデビューの当時ですか。あのこちらの方に、うん、そういった社会主義的なプロレタリアと的な発想からではないではないんですよ。あのプロレタリア文学でもないので、この生産の場合は改造ただけど、そういう出版ですよね、イメージ的に。前からそう思ってたんだけど、これがその当時のデビューした時の実際の改造の4月特集分、まあ、初めて、まあ、世に出た時の。ただブルジュアという言葉もあれですよね、階級性という意識があるからですよね、だけどこれは逆にそれを皮肉ってる内容なんです。あ、そうなんですか。それはもう滅びる階級だっていうようなことも出たしから始まっていて、まあ、ブルジョンの対局にプロレタリアトというか、あれがありますよね。だから逆に言うと、そういったそっちの視点なわけですよね。あの皮肉るということは、ブルジョンは皮肉るということは、労働者側からその裕福な階級を皮肉ってしまうという。どちらかというと中立なんですよ。あのどっちについても書いてるんです。あの2作目にガニュードという作品を発表してるんですけどね、その沼津ここのガニュードと沼津の沼津町、当時まだ合併前の、町の発展している方と、あの当時のこっちの村の方とを、まあ、モデルにして、その資産階級と労働階級という形で対比をさせている作品が2作目で発表してるんです。いや、本人はその中間にいる中間っていう発想がその時あったかどうか分からないですよね。どちらかというと、そのプロレテ系でもないし、まあ、ブルジョワというかそちらの方のあれでもない、あれでもないんですよね。プロレタリア文学という形ではくくれないような、くくれないですね。それぞれの思想には理解は示すけども、積極的にそういう作品に加担するようなものは発表はしてないんです。得意な存在ですよね。あと大釜誠さんと井上康さんが、ペンクラブを書いちゃってこの方もやってますよね。はい、東高はすごいっつって東高は3人そのペンクラブの会長が出てるいないっつってますね。でその中でも純粋に沼津生まれってなると星座高校だけなんですね。まあ、そうですよね。井上康だって天に今島だし、大釜誠は三島になるんですかね。あの時期ごとに区切ってありますので、はい、分かりました、ありがとうございます。一宿か新宿で、見てるプレタリアのじゃねえな、SF の世界です。でも今日はありがとうございました。またぜひお呼びください。一番後ろのページ、あ、見たのさん。
これか。小さい道のところに行くのね、小さい道の
Thank you.